にありますハートベーカリーさんにお邪魔いたします。はい、もうふんわりですね、あの香りが漂ってまいりました。ソフトパンに惣菜パン、いろんなパンがあるそうです。楽しみです。それでは店内にレッツゴー。こちらくるみパンです、ね、くるみというのはなんか記憶力を向上させるという働きがあるみたいで、体もとってもいいし、また体の中に入ってなんか血液サラサラになるし、ダイエット効果もね、くるみというのはねあるそうですね。はい、ふわふわのもちもちのパン、はい、ふわり、あとこちらですねクリームパンです。たっぷりとはというね、そこには何かこちらに、あ、クリームがついてあるんですね。わー、おいしそうな方がに、ね、クリームパンにあんパン、ね、あんパンも何かこちらは特別なパンだそうです。北海道産の小豆が入っているそうです。北海道産ですよ。何か名前を聞くだけでもね、ね、北海道って言ったらおいしそうな、ね、感じますね。あとこれはね、これは昔からね、よく食べられてますね。なんかかわいい、かわいい顔がかわいいですね。こちらはチョコボーイね、かわいい。で、これの中にチョコとホイップが入ってるよ。なんと100円、100円ですよ。驚きですね。トマトさんがたくさんあるのでどれかって言えないんですけど、あ、たこ焼きパン、たこ焼き、中のたこ焼きは、お、中にやっぱりたこ焼きが入ってるんですね。すごい珍しいですね。で、このはい、こちらレーズンパンです。あ、なんか外がすごくねカリカリしてて、ね、このお砂糖がパラパラ、ね、中になんとレーズンが何個も入ってますよ。ほら、こんなにたっぷり、こんないっぱい入ってるの見たことない。それでしかも100円、100円ですよ。びっくりですね。それからこちらカレーパンね、2種類もありました。先ほどの、ね、細長いカレーパンと、そしてこちらが、ね、丸い
カレーパン美味しいですかね。美味しそうですね。こちらはなんと油で揚げてないんです。なんとヘルシーね。揚げてない焼きカレーパンですね。そして昔懐かしい事務所さんの時に出たカレーパンね。でこう上にこうきな粉がずっとこうねかけられてるって、はい、ね、もう懐かしいなって皆さん思われてると思います。給食に出た揚げパンです、ね、これも100円です。この大きさでピザパン、ピザパンスイン、ね、パッと見たらピザと何かあんまり変わらない感じがしますね。ね、この生地がパンになるんですね。生地がふんわかしていて上にピザのソース、そしてあの具材がね、たくさんで、チーズが多い。ね、ほんと見るだけで、美味しそうです。食べたくなるかも。はい、そしてなんと、今回は、パン屋さんのちょっと珍しい、惣菜パンがあります、こちら。ね、珍しいですね。ミックスサンド、ミックスサンド。そして、定番の卵パン。これね、昔懐かしいですよね。ね、こちらでも一押しの人気商品の一つになっております。でこちらごぼうパンですね。コロッケパン横に行くとなんとホットドッグまであります。ね、素晴らしいですね。メロンパンということで、ね、ここはカリカリに、ね、なっていて、なんか中身がなんかすごいしっとりしているメロンパンですね。もう本当に幸せな甘い香りが漂ってまいりました。なんとあの蜂蜜よく聞きますよね。なんとメープルというね、シリーズのこのね、はい、こちらですね。甘い香りとね、もういつもこの中にパクパクのお水の中に滑らかな生クリームをサンドしました。書いてありますね。こちら100円なんですよ。びっくりしますね。それから横が中にチョコが入ったチョコホイップ、電子で、ね、こちらも100円、ね、びっくりです。でこちらはバター、ね、バターが入ったんですね。グラニュー糖バター、ね、食パンの生地で焼き上げています。中身があのグラニュー糖とバターが入っています、ね、こちらも大きいんですけど100円です。びっくりですね。生クリーム、そしてこちら人気の、ね、パンだそうです。生クリームとあんパンが入っております、ね、白いこのふわふわの生地の中に粒あんと生クリームが一体となっているので、ね、それでは早速試食に行ってまいりたいと思います。楽しみです。はい、たくさんの、ね、種類のパンを見た後は、ね、こちら美味しそうなパンが食べたくなりましたので、まず一押しの、ね、何かパンがあるということですね。はい、店の一番好きがカレーパンなんですけど、おー、外なんかサクサクした感じですよね。外がカリで中身がぎっちり詰まってます。中身がぎっちりだそうですよ。これも嬉しいですね。100円ですね。そして、ただ
ごい生クリームとあんがぎっしりとなっているそうですよ。何かね、お饅頭みたいな感じではありますけど、あんパンの何かね、中身が変わったよ。種類もちょっと贅沢いっちゃっていただいてきました。それではまずこちらの塩パン、ね、塩パンですよ。おいしそうです。こちらを試食していきたいと思います。お、すんごい切ってください。音が今切ってたときにね、しました。おいしそう。いただきます。ふわふわして、うん、塩パンですね。塩の味とこの生地のバターの味はとっても美味しいです。柔らかい、本当に幸せな味っていうのが、ね、このパンでね、わかります。あれ、それからこちらですね、マイベーブル、はい、マイベーブパン、これ美味しそうですね。ほら、こんなにたっぷりいいんですかっていうぐらいたっぷりマヨネーズが入っていますね。この大きさでなんと100円、じゃーん、ふわふわしそうですね。おっ、ずっしりでふわふわ、ね、生地が本当にきめ細やかくて、ね、ふわふわですよ、皆さん。いただきます。ブルーです。マヨネーズの方が柔らかい。コクがある味がぐるっと中に入ってきて、甘くて、ふわふわでしっとりで、なんとも見えないお味です。続きまして、カレーパン、こちらの当店の塩水流です。一人ピオーラただいま揚げたて、熱々です。美味しそう。いただきます。うん、ちょっと熱々。聞こえますか？熱々ですよ。中にうわ、カレーがたっぷり入ってます。おまんじゅうか、ね、おまんじゅうみたいな感じなんですけど、なんと中は生クリームと、ね、あんパン、ね、ちょっと何が入っているか、
あんが入ってます。本当にこの素敵なハーモニー、このあんことホイップクリームって合うんですね。お口の中にふんわり甘さと、何ですか、あんこの甘さと甘さが混ざった美味しさ。30ポイント貯まると、3ポイント交換できます。